加藤の4月以降の新製品試作品を撮影させていただきました。いつも通り目次早送り一時停止など活用してご覧ください。では見ていきます。まずはこちらです。多機1000の後期型1000号記念塗装入りということで、重量セットの多機です。3月予定だったものが今月発売されるそうです。令和3年に1000号記念として特別な塗装で落成して話題となった多機1000番が製品化されます。各社のロゴが入ってて、それぞれのカラーリングでストライプがこういう風にピャーっと入ってます。反対側はこんな感じです。これが入った重量セットです。最近貨物好きなんで多機も欲しい。続いて4月発売予定の製品です。EF66 の0番台後期型のブルートレイン牽引機。こちら塗装印刷など入った試作品が置かれてました。側面から見るとこんな感じです。EF66 の0番台後期型がフルリニューアルで新登場ということで、めちゃんこかっこいい。前面飾り帯の溝部分の青色、あと銀色のライトリミューが再現されてます。ここら辺も細かい。え、今ライトリミューって言ったって、そんな細かいことは気にしなくていいんじゃない？他をさらに寄ってみます。このフロントのクリーム色の部分は別パーツになってて、塗り分けがすごい綺麗です。これはかっこいい。前から眺めるとこうです。普通にかっこいい。ヘッドライトはもちろん点灯で、マグネット式のクイックヘッドマックが採用されてます。こっちから見るとこんな感じです。前面手すり、列車無線アンテナ、開き、開放テコ、これらは別パーツで取り付け済みだそうです。そして機関車お顔部分、横から見るとこんな感じです。台車のごっテリした感じもかっこいい。ちょっと上から眺めてみるとこんな感じです。プロトタイプはご覧の通りです。パンタグラフは下側で交差している PS22 になってます。あと動力はスロットレスモーターが採用されてます。また室内灯入りの長い客車引っ張っても坂を登れるっていう設計になってます。ここは従来品よりも改良されているポイントなのかなと思います。ナンバープレートとメーカーズプレートはご覧の通りです。あとは好きな客車を引かせて遊びましょう。続いて4月発売予定の581系のスリットタイフォンです。基本は7両セットになってます。プロトタイプはご覧の通りです。普通にかっこいい。従来品とは違うこのクハネ581の前面のスリットタイフォンの部分、あと屋根上の千鳥配置のベンチレーター、その他違いが再現されてます。ライトをつけるとこんな感じ。テールもまたかっこいい。あと変換マークはくるくるっと回すことでお好きなトレイマークにすることができます。それに関連したシールなども付属するということで、これまたお好みの編成にすることができると思います。造血セットと合わせることで12両フル編成にすることができます。続いてこちらは5月発売予定製品です。113系1000番台横須賀総武快速線。塗装サンプルがあったのでこちら見ていきます。113系1000番台、こちらプロトタイプはご覧の通りです。すごい色々作り分けがあるんですけど、今回は塗装サンプル品だけ見せてもらいます。寄ってみるとこんな感じです。やっぱ色入るとかっこいいなと思います。塗装印刷はサンプルなんで製品版とは異なります。雰囲気こんな感じかなーっていう感じです。反対側から見るとこうなってます。お顔部分寄って見てみます。前面表示は横須賀線、総武線、これは白地に紺色の文字で印刷済みとのことです。前側から見るとこうなってます。印刷はサンプルなんで参考程度にご覧ください。パーツ構成などが見て取れるんで面白いなと思います。その他細かいところをいっぱい作られてるんですけど、詳しくは製品ページもご覧ください。製品は7両基本セット、4両造血セット、そして4両の付属編成セット、この3ラインナップで組み合わせて遊べる仕様になってます。続いてこちらも5月予定品です。 JR 東日本の次世代豪華客車として製作された24系夢空間、こちらが HO ゲージで製品化されます。ボディに塗装印刷が入ったサンプルが展示されてました。これがまたかっこいい。まずはオシ25901ダイニングカー、金色のラインとかが入っててかっこよかった。ちょっといっぱい写真を撮ってきたんで、そちらをぜひご覧いただきたいんですが、一応製品ページの説明だけしておきます。テーブルと椅子は別パーツです。そしてこっちから見るとこんな感じです。めっちゃかっこいい。でこれ室内灯入ってるんですかね。この光り方がまたエモいですよね。ちょっとざーっと写真載せるんで、気になったところを一時停止など活用してご覧ください。あと側面金体と文字が入ってますけど、この金が入るだけでだいぶかっこよくなるなと思いました。エンブレムとか車番の表記も細かく入ってます。あと後ろから眺めるとこうです。室内の表現もあるんですけど、床面と個室、あと調理室下部、ここら辺と壁の上面下部みたいなところも別パーツで色分けがされてます。すごい。この後ろから眺める感じもかっこいいですよね。これ今半分自然光で撮ってるんですけど、感じですよね。あとちょっと時間が経つにつれて夕日が入ってきてて、この感じくー。続いてこちらがオハフ25901のクリスタルラウンジプレモ。この車両も側面印刷が入ったサンプルが置かれてました。寄ってみるとこうです。ここも金体が細くてかっこいいですよね。あと特徴としては、この丸窓部分のステンドグラスが印刷で再現されてるんですね。窓ガラスの裏から印刷されてるんかな。すごい細かい。あと車両中央部分のこのエンブレムというかでっかいロゴと文字、ここも綺麗に印刷が入ってて、カーテンもまたいい味出してますよね。あと車両反対側のステンドグラスもちゃんと印刷入ってます。で、車内チラ見えしてますけど、ステンドグラスは別パーツで点灯式になってます。ようできてある。いやーええですね。続いてオロネ25901のデラックススリーパーです。いいですね、デラックススリーパー。オイラもデラックススリープしたいです。こちらの車両も印刷が入ったサンプルが置かれてました。車内にはカーテンが取り付け済みです。こっちから見るとこんな感じ。つま面の表記もちゃんと入ってます。あと車両の反対側はこうなってます。室内こちらも色によって成形が分かれてて、綺麗に色分けの表現がされてるみたいです。すごいね。そして EF81 とつなげて並べてみました。これはね、かっこいいて。僕個人的に夢空間ってあんまり馴染みがないんですけど、これ見ると普通に欲しなりました。やばい。夢空間は3両セットなんで、コレクション的に3両持っててもいいと思いますし、北斗星基本セットの4両とこの3両ひっつけて、コンパクトに遊ぶっていうのもいいかと思います。ね。続いて5月予定品のアメリカ型2種類見てみます。こちらがユニオンパシフィック鉄道のビッグボーイ。塗装印刷関係が入ったサンプルが置かれてました。寄ってみるとこんな感じです。でっかい機関車です。いよいよもう来月発売ですよね。丘部分寄ってみるとこんな感じです。このおでこについたベルも可愛いですよね。フロントのエンブレムもちゃんと印刷入ってます。いやーもうこれもかっこいい。撮影中気づかなかったんですけど、演出扉のこのビッグボーイの落書き、これもちゃんと印刷で入ってます。現地では入ってないんかなと思ってたんですけど、編集中に入ってることに気づきました。ちょっと光線の具合で見えにくい感じもあるかもしれません。でもこれチャームポイントですよね。あとキャブ側面はこんな感じです。ちゃんとシャバン入ってます。復活蒸気ならではの美しいツヤツヤした外観が再現されてます。キャブ側面寄ってみるとこうです。ツヤっとした塗装なんですが、めちゃくちゃホコリが目立ちそうっていうわけでもなくて、かっこいいなって思いました。後ろから眺めるとこんな感じです。このテンダー側から見る蒸気機関車もいいんですよね。かっこええわ。あと走行している様子を少しだけご覧ください。コアレスモーターは2機搭載しています。スムースかつパワフルな走りを実現とのことです。それぞれの動力ユニットでゴムタイヤ履いてるんですが、うまいこと強調するんで走行に問題はないとのことでした。あと最小通過半径は R282 になってます。こんなにでっかいボディの機関車がすごい小さいカーブをギューと曲がると、これはうまいこと設計されているので、これが実現したということですね。さすが素晴らしいです。そして今ビッグボーイの後ろにひっついてたのがこちらです。 EMD SD70M。これもまたいい色してますよね。ユニオンパシフィック鉄道の SD70M4015 をイベント列車牽引時の姿で製品化とあります。ビッグボーイが走るときに補機として活躍する機関車なんですね。協調運転できるようにトラクションタイヤはなしとなってます。後ろから眺めるとこんな感じです。色合いがめちゃんこかっこいい。あと細かい特徴いっぱいあって、そこもちゃんと忠実に再現されているとのことです。ビッグボーイと組み合わせて長い編成組むのもいいかと思います。続いて7月発売予定品です。115系300番台の中国地域色と湘南色、岡山電車区、この2ラインナップです。どっちも黄色いですけどサンプルということです。ドアスイッチ設置前、テールレンズがクリア化される前の岡山電車区所属の編成が製品化されます。岡部分寄ってみるとこんな感じです。先頭車の列車無線アンテナは取り付け済みとのことです。あとクハ115の前面の貫通ホロ、これは灰色のものが取り付け済みになってるみたいです。いい顔してますよね。かっこいい。あとこっちから見るとこうなってます。そしてベンチレーターが撤去されたすっきりとした屋根が再現されてます。パンタグラフは1ホーンの PS16 大雪カバーなしのものがついてるそうです。編成後ろ側はこんな感じです。あとクーラーは AU75 になってます。中国地域色と湘南色でついてるものが違うそうです。パンタとクーラー周りはこうなってます。あと逆サイドのお顔はこんな感じです。なんかホースのパーツがタラーンってなってます。製品の湘南色のパッケージは中国地域色の3両を収納できる6両のブックケースになってるそうです。組み合わせて遊べるってことやね。どんどんいきます。8月の発売予定品です。もう8月の話してますよ。高崎運転所の旧型客車、こちら見ていきます。7両セットで発売されます。サンプル見せてもらうのはスエ78の15番。セットの中でも特徴的な車両かと思います。元は戦災復旧車ということで郵便荷物車改造の救援車なんですね。ただもう解体されて実車は残ってないとのことです。塞がれた貫通扉は付属の貫通ホロと交換することで貫通扉ありの外観を再現することもできます。寄ってみるとこんな感じです。左側が貫通扉を塞いだ姿、右側が開けた姿です。55トレインのテールマーク、反射板が付属するので、これはお好みで両面テープで取り付けすることができます。車両を横から見ていきます。まず特徴的なのはこの TR73 型の3軸ボギー台車です。スポーク車輪履いててめっちゃかっこいい。TR73 って既存であったかと思いますけど、聞いたところによるとこれは新規で起こされてるみたいです。個人的に TR73 履いてて欲しいかっこいい車両があります。あと車両のこっち側はこうなってます。こっちは扉が開いてるんですね。あとスエ78は両エンドともアーノルドカプラーになってます。交換用ナックルもついてるんでお好みで交換してっていうことやね。そしてぐるっと回って反対側です。いやー渋いですね。かっこいい。逆サイドを引いてみるとこんな感じです。あとボディを外して中のディテール見てみました。こんもりしてる部分は DCC フレンドリーの基板が入る部分やね。開いたデッキのハンドル部分はこうなってます。そしてクローズアップベンチ。製品はスエを含む7両セットです。あとプロトタイプはご覧の通りです。現在の高崎の旧型客車とは一部異なるんで、そこのところは注意が必要です。続いてみんなが気になってるだろう8月発売予定の EF55 高崎運転所、こちら先日ポスターで発表された商品です。全体寄ってみるとこんな感じです。 EF55 の1番。いやーこれもかっこいい。加藤の EF55 を待ってた方多いかと思います。お顔から寄って見てみます。スピード感あふれる流線形の車体を的確に再現とあります。確かにこれはもうどっからどう見ても EF55 でしかないと思います。すごい。こちら成型色ではなくて一応茶色は拭いてる状態とのことでした。ただ製品版のカラーとは異なる場合があるとのことです。いやでもね、いいよね。前から見た感じも EF55 やわ。こちらもいっぱい写真撮ってきたんで気になったところで止めてご覧ください。土正面から見てみるとこんな感じです。ちょっとボディ傾いてますけど、これは僕の写真の撮り方やと思ってください。少し上から見てみるとこんな感じです。フロントは手すりが別パーツになってるんやね。かっこいいなぁ。そして引いてみるとこんな感じです。そして逆サイドはこう。この窓ガラスがピタッとはまってるのもすごいなと思います。めちゃくちゃ綺麗。あと金型構成しっかり考えられてて、フロント側のパーティングラインができるだけ見えないように考慮されてるみたいです。確かにどこにラインが来てるんかはよう分かりません。もう一回横から見てみます。この機関車の特徴は一番前の車輪から一番後ろの車輪まで一体のボディで覆われてる構造になってます。なのでファインスケールで N ゲージ化した場合、台車の可動域が狭くてカーブを通過できないっていう問題が従来あったんですけど、この加藤の EF55 はそこがうまいことクリアされているとのことです。その点は後でもうちょっと詳しく見てみます。あと車両中央部分です。ナンバープレートの位置とかもうまいこと再現されてます。製品名は特定車番ではなくて EF55 ですが、 EF551 番のナンバーが取り付け済みになってます。そしてこの機関車の特徴でもある2エンド部分、1エンドと2エンドで顔が異なるっていうのも面白い機関車だと思います。引いてみるとこうです。かっこええ。2エンド部分上から眺めるとこうなってます。こっち側のデッキの部分もちゃんと作られてます。あとここも後でまた触れますが、カプラーは台車マウントになってて大きく首を振る構造になってます。そして上から眺めるとこうですね。屋根上の表現、製品版ではパンタグラフは全て銀色になるとのことです。あとおでこについている砲弾型のヘッドライトは電球色で点灯します。あと運転台の表現も作り込まれてます。そして2エンド側のヘッドライトもこのように点灯します。ようできてる。そして気になるボディ裏側、足回りも見せてもらいます。EF55 の特設サイトも作られてるんですけど、そこで設計関連の情報も載ってます。ぜひそちらを見てから模型見てもらえると分かりやすいかと思います。車両を手に取って見てみます。持った感じめっちゃかっこいいです。ちょっと手が荒れてるところはご了承ください。お顔周りから寄って見てみます。この一体ボディに収まる台車関係、ここら辺が肝っぽい。仙台車周り寄って見てみます。構造とか詳しい詳細に関しては特設サイトに載ってるんで、そこに書いてることはあんまし喋らないですけど、僕が感じた体感はこの仙台車は割とやわい感じです。ただちゃんとスプリング強めで線路に追従する感じでした。そして前側の台車はこのように動くんですけど、ここの回転軸が仙台車の前の方に来てるっていうことです。動力平衡非動装置とはまた別の構造ですよね。で後ろ側の台車もグニグニ回転するんですけど、この重輪の部分はここでこう動くと。でカプラの先っちょもくねっと動くんで大きく回転できるってことやね。ではそれを元に走らせてみます。いってらっしゃい。直線はもちろん普通に走ります。カーブの部分やね。今これ R282 を走ってますけど、全ての車輪がレールに乗って走ってます。すごい。寄ってみるとこんな感じです。ちゃんとカーブを曲がってる。あとかっこいい。すげえすげえ言うてますけど、じゃあ今までカーブを曲がれる EF55 が N ゲージでなかったのかというと、別にそういうわけではないです。ただカーブを通すのに難しい車両ということで有名なのがこの EF55 ということで、しかもファインスケールかつディテールを崩すことなくプラの量産品で発売されるっていうのがすげえってことですね。あとカーブを曲がる様子を真上から撮ってみました。完全真上からではないんですけど、どっちかというとこのボディの後ろ側が大きく外に触れるようにすることでカーブ曲がれるようにしてんのかなーって素人ながらに思いました。ただそれは僕がそういうように見えただけなんで分かりません。でも違和感なく普通にカーブ曲がってるし、ほんまにかっこいいなと思いました。星製品は8月発売予定です。枝版は設定されてません。実写は博物館でしか見たことないですけど、理想は2両星。なんかね、青12系とかひっつけるとかっこよさそうですよね。ねえ。今月の新製品動画は以上です。はい、というわけで、加藤の4月以降の新製品作品を見せてもらいました。ちょっとボリューム多かったですよね。でも魅力的な商品がいっぱいですよね。どうしよう。製品詳細は説明欄に載せておきます。気になった方はそちらをどうぞ。あとついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。